気候変動対策をまとめる国連の報告書について、日本など複数の国が化石燃料からの早急な脱却の必要性を記した部分の修正を求めていたことが分かりました。環境保護団体のグリーンピースは、国連が来年発表する予定の気候変動対策に対する各国政府の意見文書を入手したと発表しました。この文書では、化石燃料からの早急な脱却の部分について、日本のほかオーストラリア、サウジアラビアなどが国連に修正を求めたということです。グリーンピースは、国連が提言する気候変動の行動目標に各国が反発していることがわかると批判しています。